が先発。今シーズン一番の調子だったという加藤でしたが、5回に捕まります。ワンアウトから田村にツーベース。バッターは9番田中。カウントワンツーから田中はインコースのシュートを狙っていました。田中の5号ツーランで日本ハム2対0とリードします。一方日本ハムは1週間ぶりの柴田が先発。今シーズン唯一の勝ち星を外野から挙げている柴田、5回2アウトから吉永、そして湯上段にヒットを許します。バッターはピンチヒッター広永。三振でピンチを切り抜けます。柴田は雲仙岳の麓の深井町出身、島原の人たちのお見舞いになるよう一生懸命投げたと記録のピッチング。3発の6安打完封。日本ハムが2対0で勝ち、連敗を4で食い止めました。が生まれパパになったばかりの西崎が先発。その西崎、2回2つのフォアボールとエラーで2アウト満塁のピンチを迎えます。9番小川、20打席ぶりのヒットが走者一掃のタイムリーツーベースヒット。ダイエーが3対0と先行します。4対3、1点差を追う日本ハムは7回、ノーアウト1塁で大島、ダイエー2人目斉藤から左中間にツーベースヒット。ヒットエンドランでスタートを切っていた一塁ランナー白井が一気にホームイン。日本ハムこれで同点です。さらにツーアウトランナー3塁で6番斉藤、ダイエー3人目青井からタイムリーヒット。日本ハム5対4と逆転します。西崎は打線の援護に気を良くし、5回以降尻上がりのピッチング。9回のダイエーの攻撃も三者凡退に打ち取り、日本ハムが7対4で勝ち連勝。西崎は完投で5勝目を挙げました。田辺富雄、いつも立ち上がりが問題と本人も自覚しています。1回2アウト2塁で4番の門田。ここはライト平野の強肩が渡辺を救いました。渡辺これでリズムに乗りました。一方ダイエーの先発は西武戦に2勝をマークしている村田。前半唯一のピンチは4回のワンアウト3塁でしたが、デストラーデ森を打ち取ります。村田ストレートの伸び、変化球のキレともに抜群でした。両チーム無得点のまま8回、ダイエーはフォアボールとデッドボールで2アウト2塁1塁として再び門田。センター秋山、今度は大野の足が一瞬早く大栄均衡を破りました。対西武、今日も2回先発の角が大栄打線に早々と捕まり、吉永のこのタイムリーツーベースで1点を先制されてしまいます。しかしその裏、不審のデストラーデを初めて6番に下げ、5番に森博之を入れた森監督苦肉のニューオーダーが的中。その森デストラーデの連打などで西武は2対1と逆転します。ところが今の西武は投打の歯車がどうもよく噛み合いません。せっかくリードを奪っても4回、角がまずラガに12号ホームランを浴び、あっさり同点に追いつかれます。さらに佐々木には弾丸ライナーのツーランホームラン。結局この回4点を取られ、あっという間に5対2。佐々木はこのホームランが今日3本目のヒットで4回にして早くも猛打賞です。さて組み替えたオーダーが当たったかに見えた西武打線ですが、2回以降は大栄木村の前にさっぱり。ただ前回の対戦で4三振を奪われた清原だけは1人気を吐き、毎回出塁してチャンスを作ります。しかしこの4回には続く森デストラーデの2人が揃って三振、点差を詰めることができません。西武は8回にもワンアウト満塁と一発出れば逆転という場面で、またもやデストラーデ、ここでも三振。万事休すかと思われますが、続く石毛三遊間を破り、秋山に続いてセカンドから清原も突っ込んでくる。ホームのタイム、タッチはアウト。キャッチャー吉永ホームを死守。結局ダイエーがこのまま逃げ切り、西武に連勝。西武は今シーズン2度目の3連敗です。急に雨が降り始めました。そして2アウト2塁、バッター清原という場面で雨が激しくなり、午後6時58分に試合は中断。そのまま7時9分にノーゲームとなりました。西武の森監督は、どうせなら昨日雨が降ればよかったのにとぼやいていました。一方やりたかったというのは、今日のゲームに5割復帰をかけた好調ダイエーの田淵監督、対照的な両監督でした。勝つブルーサンダーマシーン、こちら何が何でも勝ちたい人。
そして5割復帰目前、こちら絶対負けたくない人。さてゲームの方ですが、オリックス先発伊藤敦則は現在リーディングヒッターの佐々木を三振に切り取るなど好調な立ち上がり、2回もノーアウト1塁2塁というピンチをダブルプレーで切り抜けます。ところが5回、この鉄の防波堤は破られ、ウィリアムスがまずライト前ヒットで出塁。送りバントで2アウト2塁、ここでピンチヒッターは広永。ツーアウト追い込まれた後、伊藤のカーブをライトへツーランホームラン。ダイエー見事に作戦成功、2点を先制します。そして8回、大野のタイムリーで貴重な3点目を挙げたダイエーは、岸川がレフトスタンドへの豪快なツーランホームランでさらに2点を追加します。オリックスは9回2アウトから2点を返しますが追いつかず、杉本は今シーズン初の完投勝利、田淵大栄は3連勝で鮮やかに5割復帰です。先オリックス先発酒井から先頭打者ホームラン、今日も大栄が先制します。3対1とリードされたオリックス5回の攻撃、大栄先発はまだ勝ち星のない橋本、2本のヒットでワンアウト1塁3塁、3番松永への5球目、このパスボールで1点差に詰め寄ります。さらに2アウト2塁1塁となって4番ブーマーの打球は3塁線へ、ランナー小川のオーバーランでオリックスチャンスを潰します。この後ダイエーは7回、石川の2試合連続の10号ツーランホームランなどでオリックスを突き放し、6対3で勝って4連勝です。さあ3回、2つのフォアボールで2アウト2塁1塁、バッターは4番門田。オリックス先発ホフマンのシュート、門田の7試合ぶりの9号スリーランホームラン、大栄3対3の同点とします。オリックスはその裏2アウトから2本のヒットで2塁1塁、7番高橋智、大栄の先発今井のシュート、2塁から石峰が帰ってオリックス4対3と勝ち越し、4回にも2点を追加して6対3とリードを広げます。この後ダイエーが追い上げますが、5人目長谷川まで投入したオリックスが7対6で逃げ切りました。監督、6月15日に悲願の貯金1を使います。これはダイエーとしても史上初の貯金でした。ダイエーはその裏トップバッター佐々木、ロッテは笠原が攻めます。このところ打撃が下降気味だったのでほっとしたという当たりは、今シーズン4回目の15号先頭打者ホームラン。2点差を追う4回、ツーアウトのランナーを置いた佐々木の第3打席、ロッテ2人目小林の初球、フォークボールに詰まりながらもスタンドに運びます。当たり出したら止まらない佐々木の16号ツーランホームランで大栄4対4の同点に追いつきました。この回先頭の5番ラガ、ロッテはスライド登板の小宮山が先発です。ワンエンド2から真ん中高めのストレート、舞い上がった打球はそのままスタンドイン。ラガの13号ソロホームランで大栄2対1とリードしました。しかしロッテは7回2アウトランナー1塁で1番の西村、大栄今シーズン初先発の吉田の初球でした。自分でも驚いたという西村の1号ツーランホームランでロッテ3対2と逆転しました。4番の門田、西武先発は渡辺久信、久しぶりに完璧なスイングという門田の右中間スタンドに飛び込む11号スリーランホームラン、大栄は3回にも1点を追加し4対0とリードします。大栄先発の本原にかわされていた西武は5回、1点を返してなおワンアウト3塁2塁で4番の清原、もう一伸び足りません。しかし犠牲フライとなって4対2、さらにデストラーでのこの当たり、ファーストのラガ、本原を助けました。今日の雨は文字通り水を差された格好となりました。午後4時過ぎ、室内練習場に姿を見せたダイエーナインは、現在3割7分4厘と打率部門を独走中の佐々木や、43歳不惑の主砲門田らが、田淵監督が見守る中、元気に汗を流していました。また投手陣は権藤コーチのもと、7勝中3勝を西武から挙げているエース村田が軽めの調整をしていました。明日ダイエーが勝てば西武との差はいよいよ 4.5 ということになります。僕が整ったっていう以上は負ければ監督が悪いっていうのはこれ目に見えてますから。6勝負けなしの小野が先発です。バ
バックにも支えられ、小野は5回まで好調大栄打線を1点に抑え、近鉄が2対1とリードします。近鉄6回、先頭バッターは鈴木。大栄先発杉本の 2-2 からの6球目でした。鈴木165人目の通算100号。続く村上。初球を2号ホームラン。近鉄4対1とリードを広げました。となりました。1回、中根を2塁に置いてトレーバーが詰まりながらもセンター前へタイムリーヒット。このあと金村もしぶく一、二塁間を破って近鉄橋本から2点を奪います。しかし近鉄先発木下もピリッとしません。1回が大野を2塁に置いて石川に再びライト線へタイムリーヒット。両投手立ち上がりからコントロールに苦しみます。このあと両チーム1点ずつ加えた後3回が門田を1塁に置いて長野辺りはライトスタンドへ一直線。14号ツーランホームランで4対3大栄が逆転します。3回以降立ち直った橋本にノーヒットに抑えられていた近鉄、6回ブライアントのバットが火を吹きました。ホームランダービー単独トップに立つ20号で4対4の同点。さらに7回変わった木村から今度はトレーバーが左中間に15号ツーラン。近鉄は両外陣の1人で再びゲームをひっくり返しました。その裏長野今日2本目のホームランで1点差とした大栄は8回、ツーアウト満塁から4番門田がしぶとくレフト前に運んで7対6。これで決まったかと思った9回、近鉄は奥氏のタイムリーで同点とした後出ました。ブライアントの21号スリーラン。4時間半の熱闘は近鉄がものにしました。バッターはホームランダービーのトップを走るブライアント。ダイエーは吉田が1週間ぶりの先発です。初球真ん中のストレート、誰でも打てる球だったよと余裕のブライアント。22号ツーランで近鉄3対0とリードしました。先の日本ハム戦でプロ入り初勝利を完封で飾った近鉄先発の入り木、1番まで好投していましたが8回にピンチを迎えます。大栄4対2と追い上げてなおノーアウト3塁、ピンチヒッター山本。山本はライト前に弾き返して1点差。大栄はこの後長にもタイムリーヒットが出て4対4の同点に追いつきました。